はい、皆さんこんにちは。三浦半島一周の旅、鎌倉をスタートして逗子葉山と抜け、どん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 国道134号線を南下して油壺を通り越してですね、ついに城ヶ島の入り口、こちら城ヶ島大橋まで来ました。この橋をね、渡っていきたいと思います。さあ、どん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 自転車を越えてね、行ってみたいと思います。さあ、まず橋を渡ったところにあるのがこちら、城ヶ島の娘像。このね、素敵な彫像がありますよ。向こうにいるのはね、ウミウでしょうね。一緒にね、空を眺めてます。さあ、そしてね、標識を見つけたんですけどね、ここの地盤は標高31メートルって言いますから、城ヶ島で多分ね、一番高いところじゃないかなと思われるんですけれども、そうするとね、城ヶ島意外と標高あるなっていう印象です。太平洋に突き出た島です。さあ、さらに歩いていくと県立城ヶ島公園、こちらに入っていきたいと思います。やはりね、標識の上にはね、同じ鳥、ウミウなんでしょうね。こちらがね、います。2匹いますね。仲良く並んでおります。さあ、この松並木の中を通り抜けていくと、その公園の中にね、入っていきたいと思います。さあ、そこに見えるのが展望台、第二展望台っていうところですね。さあ、展望台まで来ました。展望台を登って、まず東の方を眺めてみました。三浦のね、まちまち緑がよく見えます。そして少し視線を移すと、うっすらと房総半島、千葉県が見えますね。海穏やかです。空青いです。さあ、そしてね、下の方に視線を移すとね、海が光ってるんですけどね、なんかね、漁をやってるんでしょうね。小さな船が止まってるのが見えました。なんかね、昆布とかね、サザエとかアワビとか、そういうものが取れるんじゃないでしょうか。さあ、西に目を移すと、こちらは小田原、そして伊豆半島です。向こうの方にうっすら見えますよね。海は相模湾になります。こちらもね、まあ、空気は澄んでいるとは言えませんがね、いい景色です。さあ、こちらは2020年にリニューアルしたばかりの阿波崎灯台。あのね、城ヶ島には2つ灯台があるうちのね、こちらは東にある灯台です。西にはね、城ヶ島灯台というのがあります。あそこにね、白く見えている小さなとんがり帽子の灯台、阿波崎灯台です。さあ、緑の上では家族連れがこんなね、ボール遊びをして、本当にね、のどかな風景が広がっております。さあ、それでは城ヶ島を出まして、今度は一路東へと進んでいきたいと思います。もうね、最南端の道ですからね。横須賀まで26キロ、今日目指すのは鶴ヶ崎、あちらまでは7キロというところまで来ました。さあ、これね、道走ってるとね、こうやってね、やっぱりね、道端にいろいろなね、石、昔のね、お墓なのか標識なのかちょっと分かりませんけれども、こういうのがね、並んでるんですよね。こちら牛豚観世論って書いてあります。これね、ちょっとね、意味はよく分かりませんけれども、何かね、牛の頭をね、立て祀ったんでしょうかね。さあ、こちら馬という大きな字の右側ご覧ください。元字って書いてありますから、これは1860年代、江戸時代のね、年号ですよね。はい、こんな感じでこの道をどん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 東の方へ進んでいくわけですが、こちらは宮川大橋というね、橋を渡ります。そして右手に見えるのは風力発電、あの風車2基ですよね。高さ40メートルって言いますからね、大きな風車がね、立っており、これ最近リニューアルされたばかりなんですよね。まあ、この日はね、風がないのでね、あまり回ってる感じではありませんでした。さあ、さらに進んでいきますと、右手に見えるのがこちら、環境テクノロジー株式会社三浦バイオマスセンターって書いてありますけど、これはね、飼料を堆肥に変える事業ね、ここでね、やってるんですよね。まあ、そう考えると、風車といい、このね、エコロジー事業といいね、自然を大事にする、いろいろこれを産業化しようという試みが一生懸命やっている、この三浦半島のね、南端の地だという感じがします。さあ、その地からさらに坂をこんな感じでね、少し下っていきます。左カーブをしながら、そして海まで降りてくると、またさらに東へと進んでいきますが、やっぱりね、ご覧の通りね、
ここら辺はお店があるっていう感じではないんですよね。ファミレスもコンビニもちょっと見当たりません。そんな道をねひたすらね走っていくだけです。さあそんな中でこのお店嬉しいじゃないですか。お食事ところご宿泊毘沙門茶屋って書いてあります。しかしねお店の中で聞いたんですけどね、宿泊は今やってませんし、お食事も土日と祝日のみです。でこの日はねたまたま土曜日だったので、この定食いただくことができました。オール1000円って書いてありますけどね、私がねいただいたのはイカの丸焼き定食プラス100円ですから1100円。いやこれねむちゃくちゃすごかったですよ。ボリューム、コスパ、お店の中はねアットホームな雰囲気でね、お店の方たちも優しかったしね、とにかくねイカの丸焼きすごかったので、こちらの動画でもご覧ください。さあさらに進んでいきます。こちらは毘沙門トンネルということで、このトンネルを抜けてね、このトンネルの上のね場所にねぐるっと回ってね行ってみたんですよね。それがこの場所です。坂を登ってね行ってみました。これね文長久の日ってね書いてあります。昭和17年に建てられたものなんですけれども、言われはねちょっとわからないんですけれどもね、ここをね右手の方に行くと毘沙門店があるんですよ。三浦七福神の一つ毘沙門店の曲がり角の目印として置いたんじゃないかなというふうに思われます。文長久の日と書いてあるんですけどね。さあそれではここ右に回って毘沙門店に行ってみたいと思います。さあその前にね、ここはねもうスイカ畑が広がってるんですよね。ほらこれね、なんで白い粉かぶせてるのかねちょっとよく分かりませんけど、ものすごい数のねスイカがね並んでいました。さあこちら白浜毘沙門店という神社に来ました。もう周りはね畑もないしね、こうなんていうんですか、森の中にあるっていう感じで、家なんかも全然ない場所ですよ。でもねこんなね立派な建物がね建ってるんですよね。三浦七福神の一つ毘沙門店というこの神社です。さあこれね本当に誰が管理してんのかな、誰がね綺麗に掃除とかしてくれてんのかなって不思議な思うぐらいね、すごくねこの森の中、うっそうと茂る森の中にある感じで、周りは家一つないという場所です。はい、毘沙門店のすぐそばから覗いたこの海の方、一番向こうに見えるのはね多分千葉県房総半島ですよね。さあそして三浦の緑も見えます。さあこちらの場所からねまた坂を下っていって海の方の道へと降りていくと、こちらさらに東の方剣崎を目指していきます。やっぱりねこの辺はね自転車専用の道、左側のあのね青い矢印のところ、これがあるのでね走りやすいです。さあ小さな湾、恵那湾というところがありまして、この恵那湾にはね漁船がああいうふうにねたくさん泊まっておりました。剣崎まで着きましたので、そろそろコンビニがあるはずだなと思ってね、近くの中学生3人組の男の子に聞いたんですよ。この辺にコンビニないって。そしたらねこっちこっちってね連れてってくれたんですけどね、そっからね 500m ぐらいね自転車でねかなり坂登っていきましたよ。私も含めて4人で、その中学生たちもねわざわざアイスを買うためにね、この坂すごい長い坂をね 500m ぐらい登ってね、そして着いたのがこのコンビニですよ。これ山崎デイリーストアですか。このね何もない畑の中にポツンとあるコンビニ、ここでねジュースとパンを買って腹ごしらえをしましたけど、これ助かりましたね。ここが閉まってたらね本当にねこの周りにねお店ね全然ないんですよね。さあこんな感じでこの山崎デイリーストア、命の店っていう感じがしましたよ。本当にね助かりました。さあそれではこちら剣崎に着きましたので、さらにねこれ海の方に行くとね砲台跡があるっていうんでね、そちらをね見に行きました。こちらの道です。右側にね出てきますからね、ほらなんかちょっと昔の遺跡みたいな感じのが残ってますよね。そしてこちらは、はい、このね筒みたいなところ、これね何のためのものだったか分かりませんが、残念ながら今はねゴミ捨て場みたいになっちゃってますよね。これいや結構もうね史跡なんですけどね、無造作に扱われているという感じの史跡でした。さあ砲台跡はこの右手になります。こちらです。ほら丸くぐるっとなってるじゃないですか。これが砲台跡で、明治時代から昭和の前期にかけてこの東京湾の周りにねいくつも建てられたんですよ。ここに大砲を置いて
東京湾に攻めてくる外国の船を打ち払おうと、そういう作戦で本当に実際にね、ここにね、大砲が置かれてたんですよね。戦争が終わるまでの間ですけど。ただね、ご存知の通り東京湾に外国の船が攻めてきたことは一度もありませんので、結局使われなかったんですけれども、まあこういうのがあったから攻めてこられなかったのかなということも言えるかもしれません。東京を守る砲台、日本を守る砲台だったわけです。その各地にある砲台のその一つだったわけです。さあここね、ほらこういう感じでね、まだかなり綺麗に残ってます。端の方はね、もう道路で潰されてしまってますけれども。さあここ、ちょっとね、この周り一周してみましょうか。もうね、千代ヶ崎砲台とかね、観音崎砲台みたいにね、しっかり残されてるという感じよりは、もう自然に残っちゃってるっていう感じですよね。あ、この四角いところもね、なんだか分かりませんけど、これね、砲台を止めるね、留め具かなんかをね、差し込んでたのかもしれません。さあ、こちら、あ、こちらはスイカがもう無造作に捨てられちゃってますね。もう本当に農地と一体化しちゃってますよね。さあ、ここにもなんか T 字の、なんかありますね。ここには、こちらも同じ留め具をね、置くところでしょうか。ほら、もうね、こちらの方はね、半分壊れかけています。まあ、しかしね、昭和のね、20年頃までは実際にね、活躍してた砲台ですから、ここから海の方見えますけど、海の方にめがけて大砲が何キロも飛ぶような、そういうようなね、作戦だったわけですよ。大砲、ここにね、これが日本を守ってたんですからね。いやー、そう思うと感慨深いですけれども、今は完全にスイカ畑の中に紛れ込んでおります。気がつく人しかわからないという感じ。さあ、このようにね、やっぱりいろいろなところに石化を並べられております。今日泊まったのはこちらの宿です。素泊まりで泊めさせていただきました。でね、いよいよね、もうこのね、ずっと横浜の方からね、何十キロ、60キロぐらいね、自転車漕いできたんでね、途中でね、ブレーキがシュー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 になるなと思ったらね、ブレーキシューが削れちゃってたんですよね。はい、こちらで応急処置をいたしまして、また明日から頑張っていきたいと思います。今日もありがとうございました。まだまだ続きます。